県庁前交差点から西尾割部方面を望む緑町西歩道橋から長野県庁方面を望む昭和通りは国道19号のうち長野県長野市の県庁前交差点から西尾割部交差点までの区間の通称長野市街地の中央を東西に横切るなお道路愛称名として実際に道路標識で 昭和通りと案内されているのは県庁前交差点市役所前交差点の区間となっている。市役所前交差点西尾有部交差点の区間については一部の地図や一部の店舗の名称で昭和通りとされることもあるが単に国道19号、19号と呼ばれることが多い。昭和教皇に伴う失業対策事業として1935年に開通した。 長野市の交通セル計画におけるセル環状道路の一つであり、長野市街地の交通政策上重要な役割を果たしている。ほぼ全区間にわたって4車線あるが、品濃鉄道北品の線との交差部などはやや狭くなっている。市役所前交差点異性では街路樹としてリンゴの木が植えられている。 県庁前交差点市役所前交差点の区間が駐車監視員活動の重点路線である。沿道は長野県庁、長野市役所などの重要な施設やオフィスビルが並ぶビジネス街。かつては三田町交差点に長野祖合長野丸前大英長野店が立地しにぎわいを見せたが、繁華街が長野駅方面へ南下したことで次第に衰退し、いずれも移転。 または撤退した。しかし、現在各店舗の跡地を利用して、トイゴや門前プラザといった再開発商業施設が開業し、賑わいを取り戻す取り組みが続いている。一部の地図などを除いて、昭和通りと呼ばれない区間。一部の地図などを除いて、昭和通りと呼ばれない区間。全線で路線バスが運行されており、西から県庁前停留所、昭和通り停留所、 千歳町停留所、市役所前停留所が置かれている。現在では、昭和通り前線を通して運行する系統はなく、東西どちらからの系統も日田町交差点で左折し、中央通り、長野駅方面へと向かう。本校では、通りの名前を冠した、昭和通り停留所について述べる。日田町交差点を中心に6つの乗り場を持つ、アルピコ交通、超電バスの停留所。 長野駅から中央通りを進んできた24の系統がここで3方向に分かれる。乗り場1新殿町交差点東側の昭和通り東港にある。乗り場2新殿町交差点東側の昭和通り西行にある。乗り場3新殿町交差点南側の中央通り北港にある。乗り場4新殿町交差点西側の昭和通り西行にある。 乗り場5新殿町交差点西側の昭和通り東港にある。乗り場6新殿町交差点北側の中央通り南行にある。ありがとうございます。